さ、無事山中で山さんのちくわ買いましたからね。やっぱまあね、こっちのね、名産ですから、当然といえば当然ですけど、もうねコーナーが作っちゃって、はい、山さんのちくわコーナーっていうちくわコーナーがね、ちくわコーナーとは別でちゃんと用特設で用意してありましたね。まあ、その隣にちくわも並んでましたけどね。で、見とったらもう一つね、なんか食べ比べでもしてみようかなと思ったからね、なんかまあまあいい値段のねちくわがあったんですよ。それはそれでね、豊橋の会社が作ってる、本格的なその山さんではない、まだ別の会社があるみたいで、それもちょっと買ってみました。まあ防音個室が取れたらね、ちょっとそこで撮影しながら、撮ってみようかなと思います。しかし外に出ると凄まじい蒸し暑さですね。びっくりした。つまりほぼまっすぐか。これ結構駅前の近くの方なんだよな、多分。これだってんだよな。よし。これだいぶセントラルに近いのか。ここから地下駐車場に入れるんや。へえ。くらいがちょっと分かりにくいですけど、結構もうですか、中心街に近いですね。あっちが1800円で、地下が1800円で、その真上が、500円、1日500円っていうのも面白いですね。あ、甲羅の本店こんなとこにあるんだ。カルビッチョ焼肉、よかった、どこもお客さん入ってますね。ああ100メートル先、目的地は左側です。お、結構近い。いろいろ店もあるし、食うもんには困らなさそうですね。普通に焼肉キングなんかもあるし。どこだろうな。もう600メートルって言ったらもうすぐのはずなんだけどな。モスもある。あ、モス。あ、ここ朝モスやってんだ。朝モスがメニューあるところいいですよね。すき家もあるし。で、なんか、とんかつ屋さんもある。なんか。カツ町、聞いたことない。面白い。で、あ、あったあったあった。出てきた、出てきた。快活クラブ出てきましたね。絶妙にナイトパックに並ん時間ではありますけど、まあ、どうせ6時過ぎぐらいまではゆっくりしたいから。え、駐車場少な、奥にあるんだよね。あるね。ああ、よかった。でも、あ、混んでるな。やべえな、混んでるな。どうかな、混んでるな。ちょっと心配だな。よし、まあとりあえず何はどうもつきました。これで一休みできます。とりあえず中に部屋があったら、そこで撮りますし、あ、鍵付き個室があったらね、なかった時は翌朝を迎えております。さあどうなることでしょうか。よろしくお願いします。では運命のね、受付してこようと思います。さあ、ってことでね、無事撮れました。鍵付き個室撮れました。とりあえず、一般的な感じの人さですよね。この、やっぱこの前の岸和田のところがね、異常に広かったんですけど、ここのね、中の、縦長のね、いつも通りの感じの、手形さんのね、やつって感じですね。足元でこっちに置いたらね、クラッとか。あ、そうか、ここはこっから伸ばす。ここ、あれですね、ビタ付きじゃなくて、あれになってます。横幅は少し長めになるのかな。でも、全然大丈夫。全然伸ばしてますよ。大丈夫、大丈夫。これなら全然大丈夫。いやー、よかった。でね、そう、充電しないとね。充電です。
さあ、ということでね、シャワーを浴びてきましたんですけどね、いや、やっぱ快活だと何がいいっていうのは、この充電設備ですよね。バッチリ充電できますということでですね、もう一本ね、USB やってくれてね、予備のスマホもね、充電ができますから、と思ってたんですけど、考えてみたら、快活クラブってパソコンが置いてありますから、これの USB も使ったらさらに4本あるんですね。どんだけでも充電できますね。すごいですね。で、これちゃんとさ、上のね、2つは 3.0 の高速充電対応のやつになってますから、いいですね。いや、さすが。プロにも入ってさっぱりしましたし、早速ね、今日の晩食と行きましょうかね、ということでございます。とりあえずね、フランジェで行ったんでね、焼き鳥、ただちょっとね、安くなっとったんで、まだね、フランジェさんはね、そう、山中さんはね、昔から見切りがね、辛いんでね、あんまり見切らないと、こことね、金見さんね、山中と金見は、イヤホンとかに入ってるね、そうなんです。あまり見切りは辛いなって言ってね、半額になっちゃったな、もしてね、まあ、とったら半額になっちゃうかなと思ったけど、残念ながらまだなってなかったということで、まあまあいいか、これでね、2本156円でね。で、ちくわが、これね、じゃじゃん、山田のちくわですね。もう当然走っていれば山田のちくわでしょということでね、買ってきました。3本入りのね、ちくわですね。いいですね。で、ヤマサちくわ株式会社さんね、豊橋市の下地、ね、クルーズというのを通ってきましたよね。あそこですね、ちくわがいっぱい売ってるね、ところがありますけど、あそこでもう作ってるやつですね、作ってそのまま持ってきたて、最後を作ってるっていうね、ところもありますよってことなんですけど、今回はね、ヤマサちくわさんのクラスで買ってきました。この辺りだったら、それを見ていただきましたね。で、金だったのが、これ。こっちも豊橋名物って言ってますよ。丸い水産さんっていうちくわ屋さんらしいです。これね、ちなみに値段は8円こっちの方が高かったかな、なんですけどね、大きさがえらい違う。同じ三本字なんですけど、えらい袋の大きさとかも違うしね、実際こっから見える感じは相当一本一本ぶっといなということで、これも、豊橋市の寺沢町っていうところ の会社らしいです。私も知りませんでした。そう、これもしかしたら、ね、結構ご当地では実は、いや、実はこれ美味しいんだよというやつかもしれませんからね、試しに買ってみようと思います。8円高いけど、ニンニクが相当でかいですからね、これでっかいちくわですよ、これ。いやね、ちょっとね、インスタアップ用の写真を撮ってから、ちなみに先は3人まで安いやつね、スーパーチューフェンね、レモンライムとレモンにということで、そういうことでね、ゆっくりしながらね、よく食べながらやったことと思いますけど、まあ、せっかくなんで、つまみながらね、簡単なレビューやってみましょうか。シュッと乾杯しました。乾杯。じゃあ、まずはね、定番のね、山下のちくわからいただきましょうかね。どう違うのかな。お皿がないんでね、あれですけど、ちなみに食品成分はそこまで変わるのかな。魚肉、魚肉、でんぷん、バレーショでんぷん、砂糖、食塩、みりん、山下が魚肉、牛乳、国産、バリショデンプル、砂糖、保険、みりん、ブロウと、発酵調味料、調味料、アミノ酸とかして、その保存量が、ソルビン酸カリウムか、あ、じゃ、ソルビン酸カリウムか、と、炭酸塩ね、が入ってますよ。で、こっちは、魚肉、デンプル、バリショデンプルに卵白、卵白が違うか、卵とか入ってた。で、発酵調味液、砂糖、食塩、液状ブドウ糖も使ってますね。一部卵を含む。でね、調味料、アミノ酸、で、保存料、ソルビン酸素。で、ビタミン C で、皮脂肪酸ですね。っていう違いがありますね、っていう感じですね。入ってるものは、シンプルさは、
山中の方がシンプルっぽいですね。で、大きさを比較してみるとやっぱ山中の方が細いね。あ、やっぱ太いのはこっちの方が全然太いですね。こんな感じ。こっちが丸井さんで、こっちが山下さんってことで、あ、だいぶ太さは違いますね。で、長さは同じくらいかな、うん、ですね、同じで、まあ一緒ですね、って感じで、だいぶ穴の感じは、まあ大きさの分、穴の大きさに、外径の方で大きさに、厚みは同じくらいかもしれませんね。あんまり変わらなくもしれない。で、ちっちゃい分、男性が高いようになってる感じがしますね。では、まずは山下いただきましょう。あちらに高級キスタの人は、醤油はなしでね、いきますんでね、まあまあまあ、出先ですのでね。うめ、うん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 、そう、普通のやっぱりちくわと違ってね、やっぱちくわの味がしっかりしますからね、これだけで本当におつまみになります。歯ごたえもしっかりあって、魚肉の味もしっかりとしてるんですよね。そう、ちくわってやっぱこういう味だよねってやつね、まさに王道なんですね。で、こっちの丸井さんも行ってみましょうか。うん、うん、食べ応えはやっぱりこっちもあるし、うん、あ、でもこっちも美味しい。うん、そんな感じで断面で言うと、ですからこっちの方がグイっていく感じがありますし、こっちの方がなんか硬い感じがしますね。食べ応えがある感じがします。こっちの方が柔らかい感じがしますね。多分単に半径が大きいからその分グニャってくるような、うん、うまい、いただきます。これ6本あったら結構腹膨れるでちょうどいいですよ。うん、あ、うまいな。うまいな。うん、やっぱ山田の方のが一発目に入れた時の歯ごたえっていうか食感が、うん、サクッという感じがありますね。こっちの方のどっちかというとムネっていう感じですね。大きさ、容量でいうとどうなんだろうな、重量が1本あたり、こっちはね、あ、こっちは3本で 100g、対してこっちは1本あたりが 60g だったんで、やっぱだいぶ大きいですね。うん、これ多分これもわかるんか、味の感じも使ってるスリムが違うかもしれませんね。風味の感じが、うん、ちょっと違いがありますね。なんだろう、タラの比率が違うとかそういうような感じなのかもしれませんけどね。なんかね、お刺身に近い感じがこっちかな。うん、お刺身、あ、そう、刺身で例えると、本当にプリッとした刺身っていうのが、なんて言ったらいいのかな、プリッとした感じで、こっちの方のが弾力があってグイッていく感じがあるんで、なんか、うん、その兼ね合いで多分風味の感じもちょっと変わってきてて、そうですね、特に一発目に口に入れた時にやっぱこっちは横にグニャっていく感じがあって、その分ワイルドになるから、
食べ応え感もすごく出るし、実際大きいし食べ応えもありますしね。対してこっちの方はちっちゃい分、毛がちっちゃい分で男性がしっかりしてるんで、グッて口を入れてもグイって曲がらなくてそのままサクッて切れるんで、なんかねすごくねシャキシャキ感、シャキシャキシャキとは言いませんけどにと感じるぐらいの、その立ち方がありますね。だから口の中ですごく、ちっちゃいけど存在感ありますね。こっちはでも大きいからやっぱりしっかりと食べてる感が出るし、おいいですね、あこれはもうベクトルが違うな本当。でも間違いなく普通に売ってた安いちくわとは全然どちらも風味もその食べ応えとかも全然やっぱりレベチです。レベチはレベチですよ。いやいいな、こういうのいいね。まあでもこれでだって600円の800円ぐらいですからね。まあまあまあお手頃晩酌でございます。とりあえず800円でこんだけちょっとハッピーになりたらいいですね、あとはね、このね、フランスで買ってきた鶏肉をね、焼き鳥をつまみながら、万全を期そうと思います。